今日もしやすいネットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。料理の監修はデリシャスのリピーです。今日の料理はブリの煮付けです。材料はブリ4切れ、長ネギ1本、生姜1かけ、水1カップ、お酒大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ2、醤油大さじ3、最後にきれいに盛り付けましたので、どうぞご覧になってくださいね。下ごしらえをします。軽く水で洗ったブリの切り身の水分をキッチンペーパーできれいに取り除きます。このようにきれいになりました。長ネギは5センチぐらいの長さに切っておきます。生姜は薄くスライスしてください。このような感じです。調理を始めます。フライパンに水を入れます。お酒を入れます。みりんを入れます。砂糖を入れます。醤油を入れます。調味料を入れたら強火で火をつけます。混ぜながら沸騰するのを待ちます。沸騰したらブリの切り身を入れます。重ならないようにそっと入れてください。ブリを入れたら次に生姜を入れます。生姜を入れたら落とし蓋をします。しばらく煮込みます。しばらく経ったら蓋を開けてブリに煮汁をかけます。煮汁をかけたら次は長ネギを入れてください。長ネギを入れてもう一度煮込みます。長ネギを入れたら先ほどと同じように煮汁をかけていきます。タレがよく染み込むように煮汁をまんべんなくかけてください。あとは蓋をして蒸し焼きにします。煮汁が煮詰まってきたら出来上がりです。器に盛り付けるとこのような感じです。このように献立てみました。副菜は麻婆茄子と冷ややっこです。副菜も掲載予定ですので登録よろしくお願いいたします。なお、その他のレシピはウェブにて公開中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。By しやすいネット。